宇宙。我々地球人は決して一人ぼっちではない。宇宙には我々のまだ知らない文明や生命体が存在する。絶対にいる。それら宇宙の未知と遭遇した時に、地球人として人として正々堂々とコミュニケーションできる人間を育成する宇宙スペース学園が設立された。この物語は宇宙スペース学園の教員生徒らの脅威に満ちた物語である。宇宙スペース学園ナンバーワン。ごめんね、フケ。この学校の開校は何年になるのでしょうか。地上代からですからね。だから何年。急に言われても。テストの総合を見てこの商売を思いつき、 ET が公開された時に便乗して開校したので、商売って母さん。母さん、しんちゃん、学校では母さんでなくて会長って呼びなさいって言ってるでしょ。は、母さんも今しんちゃんって呼んだよね。嘘。カットカット。ちゃんと回してくれないと。それにそちらも聞かれたことをちゃんと答えてください。頼みますよ。開校して何年かしら。38年。そうよ、38年よ。でも本当にすごいですね。何が。だってこんなことになる前の38年前から宇宙人とのコミュニケーションを教える学校を作るなんて。作ったの親父だから。俺じゃないから。今入学希望者殺到って噂じゃないですか。いや噂じゃねえよ。それにあんたたちだって取材に来てんじゃん。いやいやいや、さあどうぞどうぞ。いや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 、こちらが宇宙銀河をイメージしたスペースギャラクシー教室でございます。さあどうぞどうぞ。足元気をつけてくださいね。いやー暑かったでしょう。こちらがね、我々のコスモでございます。こんなことなら私も勉強しておくんだった。してもしょうがないよ。だって宇宙人ですよ。宇宙人が本当にいてこの地球に来たんですよ。それを予測したかのように38年前から宇宙人とのコミュニケーションを教える学校を作るなんて、校長先生のお父様はバカだよ。ペテン師ですよ。しんちゃん、お父さんのことそんな悪く言わないの。あなたはこの学校のおかげで何不自由なく暮らせてきたんだから。子供の時空腹のあまり綿ぼこりに醤油をかけて食べたこともありましたよ。あら、美味しかった。で、どうするんですか？宇宙人が本当にいるなんて。確かにお父さんの教えていた宇宙語はデタラメよ。でもそれで40年近くもやってきたんだから、きっと無駄じゃないと思う。使われることのない学問を教えて金を取るなんて発想、詐欺師の発想ですよ。しんちゃん、なんてこと言うの。それじゃ死んだお父さんがあまりにもかわいそうだわ。地獄へ行って謝ってらっしゃい。ほら、やっぱり地獄に落ちてんじゃねえか。校長。北川先生、どうしましたか。入学希望者らしいです。また。もういつものように対応しといてよ。でもそれが、その入学希望者は留学生です。あら、留学生、素敵。めんどく、もうそれどころじゃないよ。何を言うの。世界がこの学校に注目してる証拠じゃない。で、どこの国の方かしら。アメリカ、フランス、ケニア、コサック地方。いえ、そんなバトルフィーバーの国ではないです。
じゃあどこで、どこねんの。どっちがどっち。やっぱりこっちが入学希望者で、こっちがペットか何かだと思われます。ペットではなく、テイクアウトした何かかと思われます。え？え？おそわけ？おいしいの？母さん、宇宙人なんか入学させたら、この学校の授業が全てデタラメだってバレちゃうよ。それはちょっとまずいわね。そんなことより、彼はゲパルツ星人です。地球のことを勉強したいと言っています。宇宙人のコミュニケーション学を学べる学校が地球にもあるなんて、彼は素晴らしいと感激しております。え、しんちゃん、これってまさか。コミュニケーションが取れている。北川先生、どういうこと。だから彼はゲパルツ星人で、地球のちゃうちゃう、それは分かっている。僕が聞いているのは、北川先生はどうしてこのツルパゲのことを。ゲパルツです。あ、この方の素性を知ったの。ああ、それでしたら僕はこの宇宙スペース学園の教員ですよ。それくらいのことは、そりゃねえ。 お父さんの40年はハッタリじゃなかったの？母さん！すぐに入学させましょう。ほら早く。ほれ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 、入学よ。まさか、その職種。校長、早く。彼の入学許可を。早く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 。さてはその職種で母さんと北川先生を操ってな。早く許さんぞ。早く絶対に許さんぞ。早く早く。入学決定。ようこそあっち君。はい、カメラ回った。皆さん、今日は地球の歴史の記念すべき日となりました。この宇宙スペース学園の地球初の宇宙人の留学生が誕生しました。おめでとうございます。入学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 。私は舞、笹錦舞、この宇宙スペース学園の2年生。夢は地球人初の宇宙パティシエになることなの。絶対絶対絶対にこの夢叶えちゃうんだから。絶対絶対絶対にこの夢叶えちゃうんだから。もういいよ、やめて。宇宙パティシエだから、ナレーションやめて。ゲパルツ製の留学生って見た？私も見てないんだよね。どんな感じの宇宙人なのかな。きっと幼い先生みたいなかっこいい宇宙人かな。幼い先生なのかしら。そうなのかしら。それでもいいわ、近頃少し
地球の男に飽きて。幼い先生って誰？それはそうと、今日は宇宙留学生の歓迎会よ。私の自慢の宇宙スイーツで。宇宙留学生をおもてなし。待たせ。作った私が言うのもなんだけど、これは危険な代物よ。これを置いてすぐに避難しましょう。あとは留学生が来るの待つだけね。なんやねん。あれは宇宙人じゃなくてデブだよ。油の塊だよ。嘘みたいな本当の話や。ついに宇宙人が私の作った宇宙スイーツを食べてくれてる。Wait!
宇宙人、おいしく食べてくれてる？地球のルールを知らなかったとはいえ、やっぱり同級生の腕を食べるのは良くないことだと思います。そうですよ、生徒手帳の禁止項目にも同級生の飲食は禁止されてません。確かに書いておりません。被害者のあなた。はい。あなたやっぱり許せない感じ？いや、片腕でも口と左手だけで意外と何でもできるし、私的には怒ってないっていうか、むしろ感謝してますね。感謝？はい、私体重減ったんです。それは精神的に疲れて？いえ、右手がなくなって7キロ減。ある意味ダイエット成功。あ、もしかしてこれは被害者なき事件だったのかもしれませんね。そうなるかもしれませんね。よし、やりましたね。以後もう二度と同級生を食べないように。いいですか？いいですか？いいですよね。やめなさいな地球人。そこのハゲにはエネルギーが必要なのです。その前にあなたはどういう状態？実は私が本体となる宇宙人で、そこのハゲは私のペットゲパルツ星人です。はあ。で、地球人がエネルギー？いかにも。ハゲまだ食べてるし。食べさせてあげなさい。これもこの星を救うためなのです。え、どういうこと？この星、地球の地下奥深くには我々の天敵デスキャピトロンが眠っているのです。何、急にデスキャピなんちゃらって。デスキャピトロンは地球では悪魔っていうらしいんです。悪魔って本当にいるの？悪魔とか幽霊とか非科学的よね。何よその顔は。で、デスキャピトロンは地球時間の4年に一度地上に出ようとするの。だけど我々にも理解できない力がデスキャピトロンを封じ込め、地上に出るのを阻止する。そして4年目の今、いつも感じる不思議なパワーが微弱なことに続き、ゲパルツ星人を対デスキャピトロン用の生物兵器に改造し、この地球にやってきた。おい、なんじ
じゃあこの急展開、この映画のシナリオ読んどるわしですらそんなに理解できずにカメラの前立っとるように、見とる人は全く理解できんのじゃ。あの宇宙人は天敵と戦うために地球に来たのね。やったまし、映画中やぞ。すいません、すいません、あ、やべ、かなみちゃんから電話だ。なんで電話ってないの。すいません、かなみちゃんから電話が。すいません。違うわ、かなみちゃん。すいません。すいません、ちゃうんだよ。かっか。地球のためにも、ハゲがデジキャプトロンと戦うエネルギーが必要なのよ。うわぁ、大変だ、大変だ、怪獣だ、大変だ、怪獣が、怪獣が出たぞ。怪獣と戦うヒーローがいてくれたらな。行くぞハゲ、ヒーローになるとき、それは今。そわ、でいいのかな。あなたはどう思う。戦え、ゲバルツ、パワー。